気張るやーとか言ってくれたからくしゃみでしゃみでしゃみでさ話始めたいのにくしゃみでさしゃー気張りとこーちーちゃんどこまで駆け抜けるぞおとわれーどうもありがとうございます。ちょっと変則的ですが事務テストクリアとさせてください。当然だろー激流料理人事務リーダーハイデに挑みますか。もう自営業だついに。前まではパートさんとかだったけどなんでみんなダブルワークしてんだよ。ああ、白球なんすね。ジムリーダーっつうのも。なんだっけ、おもだかさんかなんかがもうちょい改革進めてくんないと、この体制は二度と治らないよ。みんなやりたいことと両立してんのか知んないけどさ。なんか、野球選手辞めた人がなんか地域の野球チーム指導してるみたいな、そういう感じなんかな。おー、どうしたなんだここ、ちょっと、今日天候悪くね？ハイデイさん、遊んで。うちの店の新メニューもぜひ味見してってください。バチ悪者じゃね？今がこの人の名誉を傷つけるんですか？悪いな、みんな。これから事務仕事でな。待たせてるもんで、ここは引いてくれないかい？こんな砂ぼこり、えぐい街で、生きてるだけあるな。明石市長なのか、お前は。ついに。ここ明石市ですか？なんでこんなにも市民が一致団結してるんですか？なんでこんなにも市場を得てるんですか？すごい砂だ。お前さんか、へいらっしゃい。自分の庭みたいな感じだ。自分の店だと思ってる。マリーナードタウンでは世話になった。いえいえ、こちらこそ。おかげさまで究極のワカメ料理が作れそうなんだい。もうこいつもキャンプしてから来てんのか。だけども、勝負の場では手を抜かんからな。そう来なくちゃー今日いいや、もう何回も同じこと言うのやめよう。売った買ったは1の整理、切った貼ったはジムの整理。あ、一句読んだ。技と駆け引き渦巻くうーなばら。水のポケモンフルコースさあさあドドンと召し上がれ。ああ。本当で、本当に天候気になるんだけどこれ。近くになんかサザンドラみたいなやついる？いや、違う、サザンドラじゃない。あ、ちょっと待って、ここ、編集できないから、ちょっと待って。バンギラスだよ、バンギラス。あ、違う、バンギラスって言いたかったんだよ。なあ、もう、黒星。あ、ちょっと黒星じゃない。勝手に勝った気になってない。あ、ちょっと待って、ここも一回待って、ちょっと。負けてるわ、黒星。合ってるじゃねえか。なんか言ってたか。ごめん。私の知識がなさすぎて。あー、でもこれ待って。あー、29か。あー。一回頼むで。ちょっと、ニャオハさん。まあ。ね、大将だから。最後の最後で出るくらいがちょうどいいっていうかさ。な。絶対納得しないだろ、本人。こんな下げられ方して。いいぞー。何技なんだ、それは。食事だと思われてる。ピラニアなんかな。でも海にいたけど。まあそういう細かい話ありましたし。まあスパーク一応打つけど、まあ一番レベル差ないからな、多分。やる人が違くなっただけだ。内容同じだ。いで。あ、もうそういうもんなの。海鳥を。ああ、見たことあるな。実況外で見た。赤やつよ。なんでこうなるの？まあいいか。じゃあ もう一回スパークを打つだけ打たせてください。スペース早いな、これは全然。もっと押し込められるかもしれん。へでもねーやべえ。これ、ほんと、あれ小中学生のポケモン実況見てちょっと。え、何が？え？誰の？ああ、いいよ。今はみんな自由に観戦してもらって。じゃあちょっと、一回ニャオハをもちろん出しますね。うちらの大将なので。まあ、鳥はこの人なのよ、結局。いけー！場を回してください。潮は引いて満ちるもの、こっから怒涛の追い込み量よ。ちょっと次のジムどうしよう。経験下に送り出した。あー、これは強いなー。なあ、強いよなー。我々そろそろぶっ込み大変身、水も滴るいいポケモン。なんかすごい文献を出してくんな、この人は。
出典がすごい分かりやすい。知識があるんでしょうね。だから人望もきっとあるんでしょう。で、この人を今から種マシンガンで爆発させると、そういうことをするわけですね。悪行ですね、まさしく。まあ一旦ね、一旦それは見ますよ。私だって大人なので。おお、あともう一発とかなんですかね。ちょっとポポッコ出してみるか。一回面倒見てみようか。これでまあ試合がすごい動くかもしれないわけです。ポポコさん、もうようやくですよ、あなたの土俵戦。ああほら、無償交代だ。しかも痛い。まあこれは仕方ない。私が防塵ゴーグルつけてあげなかったのに。あなたもいいもん持ってるじゃないですか。いけー。あれ、いい試合なのかもしかして。2、3、あれこれ5発ある。3、あ、ハードル上げてごめん。あれ、あるぞい。4、あー4発だ。ここでアルファードの水落ちの伝授が生きてくるわけだね。あれちょっと、あれポポコさん、もしかしてあんたが大将。いや見ますよ、一発、二発いくか。いいぞ、次が鬼門。終わった。いや遊ばせるね。嫌なことするね。ギャー。いやでも全然いけるな。え、気まずあ、やべ、一回考える。これが最適解だと、そう信じたいものですね。一発、はい、二発。ニャーホの意思を継いだ結果がこれか。楽しんでいただけましたでしょうか。お楽しみいただけましたか。提供を読み上げたっていいくらいだ。ポポッコのレベルがすごい上がった。ありがとうございます、ポポッコさん。うおーうおー、生きがすぎる、トレーナー代。そう言っていただけて恐縮です。とても実り、持ってくこいつマジで。戦いの中で成長してねかわいい。ニャオハができないこと全部したな。ジムリーダー倒して、おまけに進化までして、見せつけるね。好敵手になりえるね、お前は。季節風に乗り旅をする。かっけえ肩書き。輝かしすぎるだろ、これ。綿帽子が尽きるとき、旅と綿っこの一生は終わる。指摘だ。なんて素晴らしい生命体なんだ、お前は。愛着湧くわ。うわ、すげえ埋まった、しかも。かわいい。やべ、そういえばこれ、ジムリーダーの戦いだった。ありがとうございました。朝の市場のような爽やかな敗北だった。ほんとか。なんか行く先々で気使われてんな。お前さんにとってオイラはまな板の上の恋キング。いやそんなことないですよ。お手上げ、水上げ、大量代、大量代。泣いてないかこれ、その心。競り合いにひるむことなくよくぞ勝利を釣り上げた。お前さんがジェンバッジを手に入れる瞬間を。すげえ。前々からオイラがやりたかった映えなポーズで記念撮影大。え、動脈ピースみたいな。あーヘルメットがいい味出してんじゃない。知らんけど。もうそう思わせてください。わからないんです。自分にも何が正しくて何が間違ってるのか。お前さんならこの技も使いこなせる。持ってってくれい。てくれい。冷や水。おお、さあってそろそろ店の下ごしらえを追っ始めた。無言で調理し始めるんだろうな多分。
またのご来店お待ちしとるからな。できんだろ、こんなやつ。何が盛り上がったんだ一体。やべえ、これ見られてないよな。八作さんとか出てこないよな。急にチリちゃん来ないでね。見ないで私の、こんな、あああ、ダンギバー、チリちゃんじゃない。あと二文字なんだもん。だって緑色だし。そしてこのゴルダックである。ちょうど終わったとこ。お疲れ様。目合わせられん。すごい談義ばバッチ4つ目だったんだ。もう半分だね。いいね。すくすくぐんぐん実ってる。もう枯れてるかもしれん。咲くどころか。それじゃあ今すぐ私と勝負しよう。と言いたいとこだけど。ジムリーダー用に調整してるんだよね。ガチ勢すぎ。談義ばとは最高の状態で戦いたいし、だから勝負はお預けだよ。もう命拾いとも思えなくなってきた。もうチリちゃんがもう叱ってくれ。うーなんて間が悪いなと。ごめんね、談義ば。あーん、本当にごめん。フワちゃんみたいに呼んじゃった。この先どうすればいいんだろう。タバコ吸う。雲行き悪る。もうどん、もうちゃっちゃがいっちゃおう。もうダメだ、レベル上がっちまうわ。とっとと強いとこ行っちゃおうかな。一回40くらいのレベルのとこも行ってもいいけどな。もう地形から、地形からこっち行くか。目と鼻の先じゃん。青中華だ。もう何でもいい。焼け食いだ。お前らもう好きなもん頼め。ハイダイグラブー。いるんじゃないの本人。やばい、中国から顔出したらどうしよう。一番高いやつ頼め。あー、これだ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいでございます。あー、お金落として攻めて。帰ろう。うわ、何これ、見たことない。みんないいね、美味しい。何も見えんこれ。おお。左右に壁つくんじゃなくて正面に作った方がいいよ。まだその話してる。まあ、抜けらんないんだけどこの道。右でしょ、上。あ、上登ってった方がよかった。たのか。でも波があるから結局抜けらんないんだよ。なんか正面をこう下ってって、多分ここまで飛んでるのか。で右にずれてくって感じか。はいはいはい、掴んできましたよこの土地感。朝なんの汗いらんもん取るな。検視官に、試験官に入れるな。どんな髪型してんの。ブーン。ヤマさん、あー、すいません、あー、もう、真っ先に物申し立てに来た。すいません、そういう、あー、皮肉がすごい、この猫も。そういうわけじゃないんですよ。ちょ、ヤマさん強すぎて、もう相手にならないっていうか、正直。だってあなた、コテンパンにするだけじゃないですか。かわいはるな、大丈夫か、挙動死んだ。誰か光ってくれ。体育。体育じゃない、頼む。じゃあ、マットを変えます。ランチョンマット。よし、食うぞ。わたっこさんが。ああ、銃ポケばっかじゃないの、これ。まあいいよ、今回は主食を食わせまーす。アボカドとか美味しそうだな。でも肉ないとな。スモーク切り身。いいね。ここにいいんじゃない。これでいこう。次。で、うまいよ、ケチャピ。モリボルだ。なんでもござるだ、今日は。もう我々の勝利に、乾杯。にゃんはその記憶がない。そしてなりよ。来た。私は無難なこと、食べ物で遊ばないって決めてるんだ。あ、逆にさ、ここに散らすっていうのはありなんじゃない。これ全部乗っかるか、大丈夫か。なんか厚着になってきたんだけど、だいぶ弾力がすごいな。ちょっと視点変わった。ちょっと席立って乗っけてない、これ主人公。いや、こううまい、あ、うまいと思うけどな。
べちょとかなってるけど。あわわわわわ、あちょちょちょ、右側が崩壊しつつこれが正しい飯だ。くえー、あ暴れてる暴れてる、右側で頼むが暴れてる。すーげー、あなんか合成じゃない、こう見ると物ばっか置いてあって貧乏人の価値観。本物の富裕層は物置かないからな、家にめちゃくちゃ物少ないよな富裕層って。キョーってなってる多分。美味しかったと何よりです。もう一回旅バー整理しようかな、ちょっと強くしすぎたな。次の自分ちょうどいいレベルできたよな、レベル36か、調整するか。ちょっと上取りすぎてんなうちら。あった、これだ、どこ入ってる。これで図鑑を進化させられるはず。目覚め石、あだだだだ、図鑑くらえ。これを見て自分を見直すんだ。進化するぞ。いやどう転んでも可愛いけどな、こんなイケメンがちっちゃい頃は女の子みたいな姿してましたのギャップもいいしな、かっこいい。どっちみちいいな。ど刃ポケモン、あちょっと詳細もめちゃくちゃかっこいいこと書いてあったね今。ありがとうございます。キリサク、きたきたきた、ニャオハの後釜決定。え、何これ、どちら様これ、何がどうなったらこんなの。え、しきじかさんなんじゃないの。いや飲み込めないって急に。何を、一番ビップルームで。いやゾロはいいな、加えたいな。あ次の街も見えてきた、ありがとうございます。尊厳破壊しとくからこれ。立て続けになんだ、もう口閉じちまうのかお前。指突っ込みたかったな、口開いてる時に。あ閉じてんな、何も挟まらんその口には。疲れた体をギンギンにする、大丈夫か、進化止めといた方がよかった、良くない方向に成長してってない。